岩田仙太郎は、日本の画家、美術交渉家。連載小説の挿絵を多く手掛け、数多くの雑誌、書籍の表紙で、仙太郎割と呼ばれる画風の美人画を発表した。昭和の挿絵の第一人者として知られる。妹は、女優の港秋子。1901年6月8日、東京市浅草区黒船町に生まれる。旧成人城小学校を卒業後。 菊池慶月、伊藤新水に支持する。1919年、10代後半から、講談雑誌で差し絵を発表し始める。1923年9月1日の関東大震災で被災し、大阪に転居。中山太陽堂の経営する、広告出版社プラトン社の専属画家となる。同年総監の、女性、翌年総監の、ラクで、 長井カフーラの連載小説の差し絵を描く。岩田千太郎、志村達美と小林秀常は差し絵界の三場ガラス。1926年には東京に戻り、同市滝木の川区田畑476番地に転居する。この界隈は田畑分志村と呼ばれた町で、すぐ後には隣に川口松太郎が引っ越してきている。同年、大阪毎日新聞に、 吉川英治が連載した、ナルトヒチに挿絵を描いて、評判を呼び、モダン浮世絵と呼ばれた。1937年、映画監督、山中貞夫の遺作となった四代目、河原崎長十郎主演の映画、人情史風船の美術交渉を手掛けた縁で、1939年、山中の残した原案をもとに、梶原金八が脚本を書き、河原崎が主演し、 山中の助監督だった、萩原良が監督した映画、その前夜の美術交渉を手掛ける。1945年に、陸軍報道部の命により、日本が、神風特攻大基地出発を制作した。1954年、表紙絵及び挿絵が評価され、第2回、菊池博士賞を受賞。1974年2月19日に死去。72歳だった。 美術館収蔵品、挿絵版が LP、レコードジャケットが集。ありがとうございます。